どうも、今日もゆっくり楽しんでいってね。今回紹介するのは、アザイより、だぜ。アザイ、もしかしてアザイ長政の関係者？ああ、アザイ長政の息子にして、大阪の陣をも生き延びたと言われる武将だぜ。ええ。アザイ長政の息子に生き残りがいたの？うん、それじゃあ、それらも含めてアザイよりの足跡を追ってみよう。それでは今回も、ゆっくり学んでいってね。まずはアザイよりの生い立ちについて見てみよう。うえ、アザイよりは署名を喜八郎といい、アザイ長政の息子として生まれたと言われる。言われる？ああ、出生については謎が多い人物なんだ。そもそも資料によってはイオリの存在が認められなかったりする程度にはね。おう、だけど、コンピラ偶文書に、アザイ喜八郎イオリ、アザイ周防守イオリ、という名で発給された文書が見つかっており、このことからイオリの存在が実在するものだと認められたんだ。なるほど、同じくアザイ長政の子供である、ジャチャ、ハツ、ゴウの三姉妹よりも年少とされることから、天正元年1573年、9月以降から翌天正2年1574年の生まれと考えることができるね。また、系図や文献によっては、母を一とし、ジャチャ、ハツ、ゴウの兄弟としているが、ゴウは天正元年1573年8月に生まれており、アザイ長政が同年9月に死亡していることから、双子でもない限りは、母親は別人であるとされる。実際の母親の名前は伝わっていないが、アザイ長政の側室であると思われる。ふむふむ、喜八郎、伊織、には他に、二人の男子の兄弟がいたと言われ、一人が長男の満腹丸、もう一人が次男の満寿丸である。彼らの母親も一ではなく側室であるが、喜八郎と同じ母親であるかどうかは不明だ。さて、母の一やその娘で三姉妹であるチャチャ、ハツ、ゴウは、アザイ長政が自陣する際に小谷城から逃げ延びており、命を繋いでいることはよく知られているけれど、こちらの三男児はどうなったのだろうか、順に見てみよう。長男の満腹丸、次男の満寿丸、そして生まれていたか定かではないが三男の喜八郎は、三姉妹と同様にひとまずは城から逃げ延びたようだ。ほ、だけど、この三人の先行きはまさに三者三様で、長男の満腹丸は、家臣、木村木内之助を伴って逃げていたというが、アザイ長政20歳の嫡男がいると知った織田信長により執拗に捜索されてついには見つかってしまい、関ヶ原に引き出された後に当地で貼り付けにされ、串刺しで処刑されたという、消え、一方で次男の満寿丸もどこかに身を隠していたが、後に許されて近江の国長沢村にある福田寺に入山し、仏門に入って聖芸と合した後、当寺の住職となり伝法院を名乗った。全員抹殺ってわけではないのね。これを踏まえて三男の喜八郎、伊織、はどうなったと思う？え、うーん。これまでの選択肢に含まれない？信長に仕えた。ブブー。正解は、信長が生きているうちは表舞台から姿を消して、信長の死後に橋場家の家臣になる、でしたー。わかるか。じゃあ、ようやく活動が明らかになってくる喜八郎、伊織、の動向を追ってみよう。お、やっとだ。信長が存命中は完全に所在を隠していた喜八郎だが、天正10年1582年に織田信長が本能寺の変で応死した後、喜八郎は名前を変えて橋場秀勝に仕えるようになった。ちなみに喜八郎、伊織、の名前は、伊織、正信、正方、正助、長春、長房、と様々存在するけど、この動画内では伊織で統一させていただくぜ。了解。で、橋場秀勝って誰？秀吉の関係者？ああ、秀勝は織田信長の息子、四男、で、橋場秀吉の養子となって橋場姓を名乗っている人物だ。ええ。信長の息子に仕えたの？なんというか、すごい運命だよな。おそらく、橋場秀吉の元にいた義士にあたるチャチャの斡旋もあって、秀吉、秀勝の元に迎え入れられたのだろう。天正14年1586年に橋場秀勝が死去した後は、秀吉の弟である秀長に仕え、600石の治療を得たという。そして天正19年1591年には秀長も死去し、その養子である秀康に仕えたが、こちらも文禄4年1595年に死去するなど、目まぐるしく主君を変えることになり、今度は秀康から大和郡山を引き継いだ、五奉行の一人である真下長盛に仕えた。この時、伊織は3000石を給したという。なかなかもらってるのかな？同じく真下長盛に仕えていた家臣では、槍の官兵衛、と称された渡辺官兵衛が4000石で仕えていることから、なかなかの待遇であったと思われる。しかし、これもまたわずか5年後の慶長5年1600年、関ヶ原の戦いにおいて主君、真下長盛が西軍に味方したため改易となり、伊織は浪人することになった。実績が全然明らかにならないのに、主君だけコロコロ入れ替わってる。聞く。
さすがに気づかれたか。そりゃねえ。まあ、伊織の活躍はこれからだから。もう少し待ってね。浪人となった伊織は、今度は讃岐の生駒一政を頼って仕官した。そこからしばらく生駒家に仕えていたが、今度はある重大事件が起こったために生駒家を離れることになった。重大事件？慶長19年、1614年、のことだ。あ。慶長19年、1614年、大阪冬の陣が勃発すると、伊織は生駒家を出奔して大阪城へと入った。豊臣秀頼側についたんだ。駿府記によれば、秀頼より入城の要請があったという。ふむふむ、大阪城には姉である淀殿、ちゃちゃ、がおり、久しぶりの再会を喜んだのだろうか。冬の陣では伊織は、少なくとも騎馬100騎を与えられていることが確認でき、二の丸の東方、玉造口、青谷口、を3000の兵で、三浦飛騨の神吉忠と共に守備したという、と同時に三の丸東方、東北角より2丁、の守備も兼任していたようだ。結局この戦では大きな戦功を挙げることもなく講和が結ばれたようで、翌元和元年、1615年、今度は大阪夏の陣が始まると、伊織は再び大阪城に入城して今度は天皇口に配置された。ちなみに一説には、後世に作られた軍記物語において、大阪の陣で活躍した真田重勇士の一人である根津陣八のモデルになったとも言われているぜ。ほえー、伊織は天皇口の戦いで毛利勝長の陣で戦い、左先鋒隊として真田信義兄弟の右備えと激戦を繰り広げた。伊織は両軍入り乱れる大混戦の中大いに戦ったようだが、奮戦かなわず多くの名のある将兵と共に討ち死にした。とも伝わるが、どうやら逃げ延びて、今度は若狭小浜藩主の京極家にお世話になったようだ。実は大阪の陣後に伊織が再仕官した京極家は、伊織の姉である初、上皇院の嫁ぎ先だったんだ。まあ大縁故採用か、言い方よ。まあ実際、上皇院が伊織を京極家で預かることを決めたようではあるけど、伊織は出家して、作案、と名乗り、京極家の客分として500石を与えられた。そして姉、上皇院は伊織の面倒をよく見たようで、その死に際にも伊織のことを気にかける文書が残っている。その内容というのが、だろうから簡単に説明するぜ。おなしゃす。作案は何の役にも立たず迷惑この上ない存在ではあるが、私、上皇院が死んでも私、上皇院にくれてやっているものだと思って作案に治療を与え、今まで通り目をかけてやってほしい、と、義理の息子である小浜藩主、京極忠隆に頼み込んでいる。こんな情けない書かれ方をすることはなかなかなさそうだ。この願いは聞き入れられたようで、作案は、京極家の出雲松江、播磨辰野、讃岐丸亀の天保にも付き従い、今度は同じ主君に仕え続けたようだ。そして、1661年に作案は死去したという、去年は青年を天正元年、1573年、とすれば89歳、天正2年、1574年、とすれば88歳となるけれど、93歳とする説もあったり、結局のところ完全な青年を特定できてはおらず、また、没年に関してもはっきりとは分かっていないみたいだ。まあどちらにせよ長生きしたみたいだね。作案は京極家の菩提寺である元陽寺に葬られたといい、その子孫たちは丸亀藩士として存続したという。あれ？結局、この浅井伊織っていう人物は何をしたんだ？何を言ってるんだ？ちゃんと偉大な功績があるだろ。え、浅井長政の地を後世に残したっていうな。ま、嫡流は途絶えたとしても、三女、皇が徳川秀忠の妻になって二男五女を残したから、結局地自体は現代まで受け継がれているけどね。え、あんたがそういう話の落とし方をしちゃうの？今回は浅井長政の息子、浅井伊織を紹介したぜ。私には結局最後まで何をした人なのかがわかんなかったよ。まあ有名な人たちはいろいろやったことが残ってるけれど、そもそも功績がしっかり残っている人の方が珍しいんだ。だから、まずはこういう人がいたんだってところから始めなきゃいけないと思うんだ。なるほど、そういう人たちのことを少しでも世に広めるために、私は今後も頑張っていきたいと思ってるぜ。偉大なことを成し遂げるだけが歴史じゃないものね。というわけで、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。